人的にはすごい早かったのでついていくのが難しかったです。自分の体力のなさにもちょっとショック受けたし、そのダンスの覚えの悪さにもちょっとショックを受けたので、こういうダンスレッスンするのが1年ぶりで、体がなまってて全然できなくて、4曲いっぺんに全部振り覚えたの初めてだったのですごい大変だったんですけど、みんなと教え合ったりできてすごい楽しかったです。歌詞確認したり立ち位置とかダンスも確認して、みんなで合わせた時にちゃんとできるように頑張ります。今日ダンス習ったとこは絶対に完璧にして、もっと表現力もつけられるように頑張りたいなと思います。だけどやっぱ本番こうやってみんなで合わせてみると、なんか立ち位置とかこんがらがっちゃって何もできなくて、頑張ります、頑張ります。おやすみなさい、おやすみなさい。皆さんレッスンお疲れ様です。お疲れ様です。いただきます、いただきます。小学生分そういうのとかにある、これなんか修学旅行でさ、こういうのなかった。あ、ありがとうございます。食レポ、お願いします。フルー振ったから。ユーチューブ。お願いします。マグロフライ、いただきます。いただきます。うん。身が分厚くて美味しいです。最高です。最高。以上、ネチカラでした。次の方どうぞ。アナウンサーみたい。じゃあお題言います。お題、はい、国の名前。うわー、まあまあ、よーい、スタート。日本、アメリカ。待って、緊張します。めちゃめちゃ緊張します。もうやばいですよ本当に。後ろ見てますか、ね、見れません。まあ頑張ります。なんかみんなどんどん可愛くなって、この短期間で女が磨かれてますね。目つきが変わってる。そう、なんかキラキラしてる眼差しが。自分がニジマスに入るんだっていうなんか決意みたいなものを回数重ねていくたびに感じているので、今から楽しみです。
見られながらやるのはすごい緊張しますね。やっぱ鏡にも映ってるから、虹さんが表情もダンスも歌も全部頑張りました。思ってくれていて、いや、やめて、真面目やから、真面目にやってるんですけど、こういうの初めてやった。これどれ、あんまやる機会ないもんね、うん、初めて自分の音程知って、なんかチーみたいな音がなんか自分にもちょっと出せるんだって思ったら、うん、自信になりました。高校2年生の17歳、朝原凛です。よろしくお願いします。バラードとかもあったし、ジャプジャパとか楽しい曲もあって楽しかったです。動きにちゃんと余裕があってすごかった、ね、ありがとうございます。結構事前練習してきたんだ。いや、家で動画送られてきたんですけど、うん、それで見て覚えたり、今日も静岡なんか明日学校なんですよ。あ、そうじゃん。高校卒業したらどうしようと思ってますか？なんかやりたいこと本当になくて、でもなんかずっと小学生ぐらいの時から芸能活動やってて、うん、まだ大きい結果残してないんですよ。なのでこの機会もあるし、本当に本当に虹本さんになりたくて、だから誰にも負けたくないです。高校3年生の18歳です。光になりましたね。ありました。びっくりして、あっと思ってもう一回見直したら、テレビ見ましたって言っちゃった。ニジマスの曲では何の曲が好きですか？花一門が好きです。好きだな。すべてにおいてかっこいい。衣装もかっこいいし、皆さんのダンスもかっこいいし、曲もかっこいいし、好きです。普段何の曲聴くんですか？他のですか？あいみょんさんとかも聴きますし、アニメの曲も結構好きです。アニメも好き。アニメ好きです。何が好きですか？今は鬼滅の刃。マジで面白い。ですよね。ですよね。4年間アイドルをやってるんですけど、それでやっぱいろいろ目標を自分の中で立てて今までやってきて、でもそれをなかなか達成することができなかったので、にじますさんに入って一緒に。その自分の目標を叶えたいなって思います。アイドルが一番やりたいんですか？アイドルが一番やりたいです。今はこれからどうしようかなって思ってる時に、ちょうどオーディションが始まったから受けたいですって言って受けさせてもらいました。好きな食べ物は？好きなラーメン。おー、好きな食べ物。合格。キャラかぶりとか。何味が好きですか？醤油豚骨。ゆき、はい、何ですか？ゆき好きです。かぶってる、かぶってる、かぶってる。一覧の神奈川県出身、高校3年生のみちです。よろしくお願いします。はい、お願いします。もともと中学3年生から高校1年生までアイドル活動をしています。中3でアイドルになる前はどうされてたんですか？地元の合唱団に所属していました。
高校1年生15歳の田島さくら子です。あ、そうです、16歳の高校1年生16歳違います、私のやりたいアイドル像と違って、アイドルはもう向いてないのかなって思ったんですけど、にじますさんのオーディションを聞いた時に最初は迷ったんですけど、なんか初めてにじますさんのライブ見た時から、お披露目見た時に、なんかみんなこんな可愛い子みんな揃ってるグループ見たことなくて、すごい惹かれて、まだその時中1だったから絶対無理だなって思ったんですけど、このお話いただいて少しでも貢献できたらいいなって思って。今学校で流行ってることある？スカートめくり。スカートめくり。スカートめくり。放送しないでください。いや、初めて聞いたわ、今までで。この人、誰も言わなかったよ。大丈夫だよ。あ、なんかそんな面白かったのね。本当に、もうびっくりしてる。本当に面白いね。目から面白い。無能で言うもん。今まで一番良かった、本当に一番良かった。頑張ります。